こんにちは、ワフちゃんです。久しぶりに再会できました。で、今日はですね、ここは利根運河という場所です。野田市の一番こう南の一番下の下って言ったらいいですかね、の部分です。なのでもうそっち側は柏なんですよね。行けますか？はい、もうそっち側は柏なんです。で、厳密に言いますと、川に沿って野田市と柏が境になってるわけじゃなくて、かなり入り組んで食い込んでっていう感じになってますので、おそらく私が今立ってるところちょっと柏かもしれないんですけれどもね、そんな感じの場所です。で、今日はですね、素敵なゲストが来ていただいてますのでね、どうぞ入ってきてください。こんにちは。こんにちは。ワピチャンネルのディレクターです。よろしくお願いします。名前は何て呼べばいいんですか？はい、今日はワピチャンネルのディレクターだと長いんで、はい、略してワピディって呼んでもらえればと思います。ワピディですね。はい、はい、これで通していきたいと思ってるんで。で、はい、今日はですね、どうしても本当はね、皆さんこれをやらなきゃないんですけれども、これやっちゃうと声がね取りづらいということで、ディスタンスをしっかり取りながらね、はい、ソーシャルディスタンスをしっかり取って、はい、それで、はい、感染に気をつけながらやっていきたいと思います。なんかありますか？いや、久しぶりの撮影なのですごくワクワクしてます。はい、先生と一緒に歩くのも、はい、浮草を一緒に今上で探したのが3年前で、3年ぶりの一緒の散策なのですごく楽しみにしてます。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、水辺を行きますのでね、まあ、ディスタンス保ちつつも、保ちすぎて落っこちないようにだけ気をつけないとですよね。はい、気をつけましょうね。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。これはどうですかね。はい、なんかポチ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 言ってるんですけど、これは初見かもしれないですね。初見ですか？割れもこうって言うんですけど、はい、出てないと思いますね。はい、はい、じゃあ初見が出ました。これはどういう？これはですね、今この状態なんですけど、秋に咲きます。まあ、このぐらいのくらいの高さになってピュッピュッピュッって伸びて、はい、先に茶色い丸い花が咲きます。うーん、秋のね、草原の花としてね、はい、まあ、こんななってますけれども、多分咲きますよ、秋に。そうなんですね。だいぶちょっと垂れてますけどね。これは一年草ですか？多年草なんです。多年草なんですね。だから毎年はー、ここに限らず利根川江戸川のこの堤防のところにね、結構生えてるんですよ。だからぜひ、8月以降、9月くらいが一番綺麗かな、ぜひ見に来てくださいね。はい、であとこの奥手にまだ咲いてないけれども、これはどうですかね。それは胞子ですね。これはですね、つぼみなんですよ。つぼみ、はい、名前が、まあ、尻尾みたいなんで、なんとかの尾って言うんですけど、何の尾だと思いますか？動物の名前が作るんですかね。そうなんです。トカゲですか？ああ、トカゲの尾。はい、もっとね、もっと凶悪な生き物なんで。ワニですかね。ああ、ですね、もっと凶悪なのかな。もっと凶悪ですか？陸上にいるやつです。あ、いや、ワニより凶悪な動物がちょっと出てこないですけど。ああ、なんかいましたっけ？中国大陸にいそうなやつで。中国大陸。猫科の生き物で。あ、トラっすか？正解です。あ、カメラマンさん正解。トラの王ですね。で、まあ、トラの王も何種類か種類があるんですけれども、これはおそらく犬沼トラの王っていう種類だと思います。あ、犬なんですね。犬沼トラの王。でも分かりますよ。その犬っていうのは多分その動物の犬のことじゃなくて、はい、否定するイナがなまって犬になった。あ、もうさすが散々やってますもんね。だから沼トラの王と似てるけど違うんですよっていう意味で犬沼トラの正解ですと言います。もう完璧ですね。